さあ移動のお時間があるということで、はい、アイナちゃん、はい、これ今我々は茨城県にいますけども、はい、茨城県の魅力といえば何でしょう。茨城県の魅力は、うんうん、ヤンキーが多い。やめなよ。ね、でもマイナスだから。ちょっと鳥出さんの前でよう言えたね。いやいや、こいつはねヤンキーなんですよ。まあ、そういう感じするよね。多くて人情が深いんですよ。人情深い人が多いですよね。ちなみに浜谷さんは茨城県の魅力。いや納豆でしょ。水戸黄門。二個出したじゃん。すぐ2個出したじゃん。納豆食べてる水戸黄門。食べてる水戸黄門。一人だった。ごめん。やっぱでもこの辺は茨城出身の芸人さんの方が詳しいですかね。はい、あちょっと聞きたいよ。ちょっと茨城といえばとか茨城の魅力を語れるどんぐりは。あの茨城県民は、うん、いきなり東京行くのって、うん、ちょっとあのやっぱハードル高いんですよ。あそうなの。やっぱちょっといきなりこう人混みに突入するわけですから、うん、その前に、うん、茨城県民は、うん、あの千葉県にあるちょうど間の柏ってとこで、うん、あの肩鳴らしてから都会に行ってます。柏デビュー。でまあ柏で肩鳴らして、うん、でその後北千住行くんですよ。北千住でめちゃくちゃ日和るっていう。はい、北千住で負けちゃうんです。で折り返しちゃう。そんなに人いないよ北千住。県外の人に茨城何知ってるか教えてあ。ああ、これはちょっと参考にしたい、ね。知ってることで。いや、俺聞いたのがあのヤンキーのテンションだ。車と車がすれ違ってそこでナンパしちゃうみたいな有名らしいですよ。バリエーション。私あの茨城の友達何人かいるんですけど、全員高音器売ってて。え、高音器？高音器です。高音器です。あの畑の高音器で。高音器みんな売ってて、高音器がバカ売れって言ってました。時まあバカ売れっていうか、まああれかなり高いからね。ただ一つすごいのはやっぱあのカカシのクオリティがすごくて、もうバカ売れで。本当僕バイク田舎で運転するときに、うん、ずっと僕さっき言ってくださいってカカシに。ちょっとリアルなんだ。めちゃめちゃ人すぎて。これちょっといいですか私。納豆の。うん、一番のお供って何？あ、きょうちゃん。きょうちゃん。細切りのたくあん。いいね。美味しい、美味しい。みちお。揚げ。お揚げ？あ、美味しい、美味しい。ちょっと油引いて、揚げを細切りにして炒めるんですよ。でカリカリになった揚げと納豆。ちょい出しじゃん。料理しちょっと料理したやつ。細かいことわからないよ。いいよ。さあ、アイナちゃんない。あ、納豆のかき揚げと美味しい。あれ美味しいですよね。あれ超欠点があるね。あれと美。違う。油が納豆臭くなっちゃうからもう使えなくなっちゃう。その後他の料理。でもそれとビール最高ですよね。いやあれが美味しい。美味しいですよね。もう少しだけ貼ってくれると思った。後ろの人が全く聞こえてない。まあちょい足しというか、あのスパゲッティとめちゃくちゃ合う。スパゲッティに納豆をかけて、で、あのめんつゆをかけて、あの刻み海苔をパラパラって、それでもう何グラムでもいけますね。おい、いつまでうめえ話してんだ。いつまで味がうめえだろ、なんだろ言ってんだ。そういう方法で映るのってダメだよ。そういう方法でカメラ独自してさ。茨城ってすごいその優しい方が多いなっていうのがあって、この間電車の中で妊婦さんに席譲ってる青年がいて、あの人ももしかしたら茨城の可能性があるわけじゃないですか。いやいや、可能性の話か。はい、お願いします。すいません、お願いします。どうぞ、よろしくお願いします。今後ともお願いします。可能性の話ありがとうございます。今後なしでお願いします。ありがとうございます。ここでチャンネル登録のお知らせです。チャンネル登録をすると動画が公開された際に
通知が行きますので、まだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。